東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。マネックス証券チーフストラテジスト、広木隆さんです。広木さん、こんにちは。どうも、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先週末の雇用統計の結果から、まあ、どんなふうにご覧になっているかお伺いできればと思うんですが、はい、はい、どうぞ。雇用統計はですね、まあ、一番注目されるノンファームペロール非農業部門の雇用者数がですね、はい、市場の予想を大幅に上回るということになりましたし、過去分もですね、情報修正されて、まず第一印象は、ああ、やっぱりアメリカの労働市場強いんだというような、はい、印象でしたね。ですから、まあ、アメリカの長期金利もそれを受けて一段とこう跳ね上がるというような、はい、まあ、状況になったわけですけれども、ただ全体を通じてみれば、まあ、雇用者数は、まあ、確かに増えてはいます、はい、ただこれってどうしてもブレが大きい数字なんですよね。雇用者数の伸びっていうのは、それで、まあ、先行指標で出た ADP の全米雇用レポートの方は逆に予想を下回るすごい成長だったから、実際のところってのはまあよくわかんないという。ただまあ要は雇用者数は伸びてはいるんだけれども、はい、本当にその強いのか、あるいは持続性があるかちょっとよくわかりませんと、で失業率ですね、はい、こちらの方は逆に、前回 3.8 までポーンと高まって、今月というか9月はですね 3.7 に低下する予想だったんですが、はい、こちら予想に反して横ばいと、そうですね、3.8 のままと、はい、で、平均需給ですね、こちらは、はい、着実に鈍化してきてる、スローダウンしてると、では賃金インフレは、まあ、収まってきてると、はい、そうするとですね、以上の3つをこう総括するとね、はい、まあ、とりあえず雇用者数が伸びてるってことは、人手不足が解消に向かってるっていうふうにも言えるわけですよね。あはは、はい、人がどんどん雇われて、引っ張るべきところに職に就いてるわけだから、人が足りないっていうよりは人がちゃんと取れてますということで雇用が伸びてると、はい、それでも失業率が上がったっていうのはですね、はい、これは今までその職探しをやめてた人が、はい、やっぱり労働市場に戻ってきて、それで、まあ、職探しをしてるそういう失業者が増えたっていうことなんだと思うんですよね、はい、ですから別に新たに解雇されたっていうよりも、やはり今まで職探ししてなかった人が労働市場に戻ってきましたということも、これもその例えばコロナで給付金もらってるから働かないでも食っていけるみたいなね、その給付金がもうなくなっちゃったとか、はい、だからやっぱり働く必要が出てきたんで働こうとしてるっていう、はい、そういう労働参加率が増えてるということだと思うんですよ、これも考えてみるとその人手不足解消に向かうということですよね。そうですね、はい、だから平均受給の方も落ち着いてきて、これまでだったらやっぱり高い給料を提示しないと人が取れなかったんだけど、そういうのはもうなくなってきてるってことなんですよ。そうするとやっぱり一番気になるのはその賃金インフレのところですよね。人手不足で人件費が高止まりしちゃって、こちらの方での賃金インフレが続いてると全体的なそのインフレが落ち着かないよってことだったんですけども、はい、そうじゃなくて労働市場にちゃんと人が戻ってきて正常化の方向に向かってるから、まあその人件費高騰っていうのも落ち着いてきてると、はい、だとすると FRB はですね、もう利上げを続ける理由っていうのはないんですよね。これでインフレさえ収まってくれれば、だから雇用が伸びててこれはけしからんと、不景気にしなきゃいけない、はい、そういうことを FRB 見てるわけじゃないから、そうですね、はい、彼らってのはやっぱり雇用の最大化と物価の安定っていうのが目標なんでね、だから雇用が伸びること自体は別に悪いことじゃないわけで、はい、問題はそれが強すぎちゃってインフレが収まらないから引き締めをしてますっていう話なんだけど、インフレさえ収まってくれればですね、雇用がこのぐらいのペースで伸びてくれるのはむしろ FRB にとって望ましい話なんでね、だとするとこれはやはり、まあいろんな言い方あるけどやっぱりソフトランディングじゃないかと、景気がそこまでは悪くならないで、インフレが沈静化してくれればいいということなので、だからその意味では先週末の雇用統計っていうのは非常に望ましい結果だったと思うんですよね。そうですね、なので、まあ、はい、長期金利もそこから一旦はこう強まりましたけれども、やっぱりちょっと頭打ちっていう傾向がこう鮮明になり、だからこそ株式相場も大きく上げたということだと思うんですよ。
そうですね、まあ、今の話でまさに、こうソフトランディングのシナリオに、ね、近づくようなそういう結果だったのかなというふうにも取れると思うんですけれども、うん、まあ、一方でそのアメリカの長期金利の上昇というのもありまして、まあ、こちらどうでしょう、まあ、5% に乗ってくるかどうかというところで見ますと、まあ、今回 あのハマスとイスラエル あの戦闘でですね、うん、ちょっと債券の方がまた買われている、あるいは、まあ、FRB の高官の発言で、うん、ちょっとこうハド派的な発言が出てですね、うん、債券が買われているというようなこともありますが、うん、今後の債券見通しとしてはどんなふうにお考えになっていますか。いや、もうこの辺がピークでしょうね。あ、はい、長期金利という点ではね、まあ、そのやはり雇用の状況がこういうような状況ですから、はい、要はやはり賃金インフレさえ収まっていればいいと。で、その賃金インフレが収まる前提として、はい、労働市場の過度なその逼迫感、ええ、これが薄らいでるってことなんですよね、はい、人手が伸びてるのは繰り返しになりますけども、しかるべきところで人が取れてるってことだから、はい、逼迫してる状態にないってことですよね、ええ、それでさらに失業率が高止まりということはですね、はい、これは職探しをしてる人も増えてきていると、はい、だから働き手がどん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 戻ってきてるんで、供給が増えてますってことなんですよね、ええ、労働供給が。だから労働供給が増えれば当然賃金は落ち着いてきますから、はい、ということなので、こちらも労働市場が逼迫することによるインフレの懸念というのが薄らいでる。一つこれはもう FRB の引き締めが終わるということの大きな材料なので、まあ、いい方向に向かうでしょうと。そうすると長期金利ももうそろそろここでピークアウトだろうということじゃないでしょうかね。となりますとマーケットはやっぱ先を読むというふうに考えますと、だいぶそのあたり先が見えてきますと、少しこうまたハイテク株の方なんかにも、あるいはグロース株なんかにもちょっと資金が向かうというのは、そういうことが期待できそうというところになるんでしょうね。そうですね。だからこそ金曜日雇用統計を受けてナスダックがね、はい、大きく上がりました、はい、ということだと思うんですよ、はい、これどうなんでしょう。そうなりますと、まあ、翻ってこの日本の市場なんですけれども、うん、まあ、アメリカ市場、まあ、今お話あったような形で、仮にその、まあ、金利のピークアウト、それからあと労働市場の、まあ、逼迫から今度はこう緩和というような形になって賃金も抑制されるとなりますと、ちょっとこう金利の低下からこう、まあ、為替市場でなんかドルの頭打ちにつながりというようなところもちょっと気になるところであるんですけれども、うん、その辺日本企業への影響っていうのはどうでしょうかね。いや、そんなに円高にはならないですよね。つまりアメリカ その利上げ停止、はい、金利のピークアウトっていうのは、まあ、ある意味もう見込まれてたことですからね、はい、それでもなおかつ円安が進んできたっていうわけで、はい、つまりこのその金利差がですね、そう簡単に埋まるかしたら、そう簡単には埋まらないわけですよね。まあ、そうですね、はい、まあ、日本もじわりと金利は上がるんでしょうけれど、実際長期金利もね、はい、もう OIS というか、あの日銀がコントロールしてない世界のスワップのマーケットでは 1% とか長期金利いってますけれども、はい、それでももう絶対的な水準の差があるわけで、これはちょっとやそっとじゃ埋まらないですよね、はい、それではインフレ期待を調整した実質で見ればね、はい、日本は大きく実質金利がマイナスの世界ですから、まあ、実質金利差っていう点でも、もうこの日米の差はそう簡単には埋まらないということを考えると、はい、ちょっとやそっとのことでね、円高に巻き戻ったりはしないんだと思いますよ。そうですね、まあ、そうなりますとやはり日本の輸出関連、あるいはまあ、今安川電機の決算が先週末出ましたけれども、うん、まあ、こちらもだいぶ実勢のレートにこうちょっと修正するような形になってきましたですね。そうなんですよね。いや、これ安川もちょっと意外感がありましたよね、はい、決算は、まあ増益ってことだったんですけど、受注がね、減ってるし、はい、それから決算コメントも社長のコメントもやっぱり中国に対する不安を述べたり、非常にあまり強いものではなかったの で、ね、はい、これネガティブ視されてですね、売られるかなと思ったら買い手配できましたからね。そうですね、朝方強かったですもんね、一時大幅上昇ということでね、はい、だからこういった意味でもだいぶマーケットは企業業績に対して明るい見通し持ってるんじゃないかなと思うんですよ。だからこれ安川が今日あの決算で売られなかったっていうのはね、結構希望が持てるかなと思いますね、はい、そうですね、まあ、今も一時ちょっとマイナスになる場面ありましたが、ちょっと持ち直してきているようですね。うん、はい、となりますと今後、まあ、今週は小売りの決算がいろいろ出てくるわけですけども、
どうでしょう、あと週末にはアメリカ その金融機関、いろいろ決算発表出てきますが。そうですね、はい。まあ、まずやっぱりイベントとしてアメリカの PPI、CPI、物価指標ですね。そうですね、今週入れるんですね。こちらは無難に通過して、はい、やはりアメリカのインフレが落ち着いてるっていうね、見通しが出ればもうアメリカの長期金利の、ピークアウトがダメ押しとなると思うんですよね、そうなって一段とハイテク株がこう買われるような格好になれば、はい、日経平均もさらに上がるという感じでしょう。やはり日経平均ちょっとやっぱりこう下期入りのところでね、期末絡みのところでなんかだいぶ変な下げ方をして、はい、大きく下がってますから、それだけリバウンドの余地が大きいんですよね。今回も3連休明けで、先週金曜日のアメリカ株の上昇は取れないかなと思って、昨日の、ね、アメリカ株の上昇だけかなと、先物の結果なんか見ると思ってましたけど、はい、しっかり2日分取ってきてますからね。そうですね、ナスダックはこの金曜月曜2日合わせて 2% 上がってるんで、はい、日経平均もそれ以上ね 2% 以上上がってるということですから、だからまあかなりマーケットも明るくなってきたんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、あと最後にちょっと またアメリカの話に戻って恐縮ですけども、アメリカ その下院議長ですね、うん、まあ、これ投票を行われたりする予定なんですけども、うん、どうなんでしょう、これもし何か混乱があるとすると、まあ、つなぎ予算も11月の17日までというようなことのようなんですが、どんなふうにお考えですか。まあ、アメリカのちょっとその議会のですね、まあ、機能不全というのは別に今に始まった話じゃなくてね、で、まあ、特にその予算ということでは、まあ、今回も土壇場で、政府期間の閉鎖を、ね、回避するということで、はい、ただまだ本予算が決まってなくて、あくまでもつなぎなん で、そうですね、はい、11月17日ですか、そこにかけてもう一回ね、はい、不安は残るんだけど、結局もうマーケットはやっぱり思い出しましたよね、こういうのって全部茶番劇みたいなんで、はい、うん、最後の最後はね、妥結するということだと思いますよ。はい、わかりました。ひろきさん、お忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券チーフストラテジスト、ひろきたかしさんにお話を伺いました。では全体の数を確認します。